資源に恵まれた熊本、海と日本プロジェクト in 熊本では県内の海の魅力を皆さんにお届けします。今回は海の生物を研究している大学教授の登場です。先生、今日こんなに人がたくさん集まってるんですけども、今日は何が行われているんですか？今日は白泉小招きの観察会をやってます。白泉小招きとはどういう生き物なんでしょうか？白泉小招きっていうのは、カニですよね。甲殻類の仲間で、甲殻類には、カニとかエビとかヤドカリとかいるんですけど、そのうちのカニで、特に干潟に、こういう干潟に住んでるカニです。オスは右か左のハサミが大きいんですね。これ半々なんですけど、この大きなハサミを使って、一番大切なのはそのハサミの使い方としては喧嘩ですね。オス同士の喧嘩、それからもう一つはそのハサミを使ってハサミを振ってですね、メスを呼ぶっていう、そういう行動もやりますね。砂っぽい干潟で、干潟の表面には、ケイ藻とかバクテリアとかですね、いろんなその、有機物がたくさんいるもんですから、彼らはこう泥を食べて、そのうちの有機物をもう飲み込んでですね。海辺の動物を守るためにできることって何かありますでしょうか？そうですね、一番大切なのはそういう海辺に、いろんな生き物がいるってことを知ることだと思うんですね。最近の子どもたちはあまり潮干狩りだとかそういうことで海に行かないんで、環境が悪化しているという場合には何とか したいな、しないといけないなという気持ちが湧くと思うんですよね。小さな生き物の暮らしを支える豊かな海、海の環境を守ることは生物を守ることと同じなんだね。海と日本。